はい、皆さんこんにちは。ご無沙汰しております、伊賀屋のテナサーです。はい、ですね、2週間ぐらい空いちゃったかもしれないですけど、申し訳ございません。ちょっといろいろ地元のイベント祭典とかの準備とかありまして、ちょっと撮影ができなかったです。申し訳ございません。はい、今日は伊賀屋ホビーショップ伊賀屋の中でおすすめさせていただくものとしてご紹介をさせていただきますと。今梅雨時期でもうちょっと早く撮影をさせていただきたかったんですけども、用があって撮影ができなくてこんな遅くなってしまったんですが、梅雨時ということでカエルのグッズでございますね。カエルアイテム、はい。でカエルって縁起物のアイテムとして使われているんですけども、例えば旅行とか長期出張とか、ご家族の方や大切な方が家から離れるとか、そういった時に無事帰るというお守りですね。無事帰ってくるという、帰るというお守りもとして、贈り物として使われたり、あと使ったお金が帰るという金運アップみたいな意味もあります。はい、使ったお金が帰ってくる、帰るということですね。はい、縁起物として結構プレゼントとして需要があるアイテムですのでご紹介させていただきます。安いですよ、しかも。こちらですね、入ってすぐ、割と入ってすぐ右のところにこういう棚がある、ケースがあるんですね。でここには縁起物が飾ってあるスペースになるんですけれども、こちらの一角にこういったカエルのコレクション的にもすごく魅力のある大きさの、ちょうどいい大きさですね、コレクション性のあるカエルの置物、各種置物がございます。その時その時季節で、夏なら海水浴とか、冬ならスキーとか雪だるまとか、そういったシチュエーションのものや、バレンタインデーとか、あ、こちらお守りですねとか、いろんなこういったシチュエーションのものがございます。アロハシャツなんて着てたりしますね。でこちら襟巻き、マフラー襟巻きって言いません、マフラーとかしてたり、昔あったあのお薬屋さんの前にある乗り物に乗ってたりとか、こちら鯉のぼりですね、いろいろございます。あ、今ちょっと暑くて扇風機回してるんで、ちょっと風の音が入ってしまったら申し訳ございません。こちら戦隊もののシリーズとかですね、いろいろございます。こちらバレンタインですかね、バレンタインなので、クリスマス、節分とか、そういった、あと音楽シリーズとかありますね、こういった、はい、皆様のご用途に合わせて玄関の靴置き場の上によく置くスペースとかあると思うんですけども、そういったところに飾っていただいたり、お家の至るところに置いていただいたり、トイレとどこでも大丈夫です。あとですね、使い方とし、飾り方、使い方としてはですね、例えば、こちらのモッドを、メカニカルチューブをアップするとしますね。例えばこれ立てますかね。その時に、こう見てるとか、こうですね。こうやってやってみたりとか、カシャッと。こうやってやってみたり、まあちょっと関係ないですけど、こうやってみたりですね、こうやってみたり、こうやってみたり、これあんま関係ないですね、これも、はい、こうやってみたりとか、まあいろいろこうやってインスタ映えとするかというか、こうやってみたりとか、これシェーやってますね、シェー
シェーやってるところにこうやって立ててガツンってこうやって立ててみたり、こうですかね、たりしますね。遊園地とかデパートの屋上とかでよくある乗り物に乗ってます。こうやってこうやって一緒に撮ってみたりとか、カシャッとやってみたり。そうですね、あ、こういうレトロ感のあるものはこういったミゼットと一緒にとか、そういう感じですか。こういうこういう感じですかとかですね。こちら二人羽織してますね。なぜか二人羽織してるんですけども、あとで、あ、これ映してないかな。これは骸骨のこうなってて、これ灰皿なんですね。パコンと、はい、灰皿になってますとか、一緒に写したりとか、こういった使い方できますね。あ、本読んでると、はい、こういうのがいいかなとかですね。これ灰皿なんですけど、まあ、小物入れにもなりますね。これも意外に売ってますからね、はい。というようなアイテムになりますと。ちょっと早いですかね、こんな簡単にでになってしまいますが、人気商品でございます。まあ安いんですね。例えばこちら900円だったり、二人羽織900円ですね。こちらも900円です。900円、こちら500円、シェー500円ですね。500円、安いんですよ。こうやって寝転んでたりする。で、これも300円、先ほどの300円ですね。300円ですよ。で、これ900円、サイズに比例するみたいです。サイズがちっちゃいと300円、大きいと900円とか、そういうな感じです。以上になります。ということで、今日は梅雨時期ということで、カエルのアイテムのご紹介でございました。下の概要欄にいろいろ貼っときます、書いときますので、気になる方がおられましたらチェックしていただけましたら幸いでございますと。はい、じゃあ今日はこの辺で、さよなら。